こじりになりたい方はぜひやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ブリッとこじりになるためにおすすめなグルドブリッジというエクササイズを紹介します。基本的にはですね、負荷をかけたスクワットとかでお尻を鍛えてしまうと大臀筋がね、使われすぎて大きなお尻になっちゃいます。なのでお尻がね、プリッというよりもボコッっていう感じのお尻になっちゃいます。今回はお尻をですね、プリッとこじりにするためのエクササイズなので、お尻が気になる方はぜひやってください。では説明します。まずですね、太ももの間にですね、ボールまたはクッションを挟んでください。このクッションを挟むことでですね、ドローインをしやすくなりますので、ドローインをした状態でエクササイズを行います。でまずね、ボールを挟んで足は肩幅です。この状態でヒップリフトと少し似ているんですけども、ヒップリフトは足をベタッとつけます。このグルドブリッジはかかとだけでいきます。これでですね、ボールをしっかり潰しながら内転筋、腰、お腹というのを意識してですね、体を持ち上げます。この時にですね、お尻をしっかり締めます。できるだけですね、体を前に持っていきます。かかとと肩だけが床につく感じです。こういった感じです。この時にですね、ハムストリングにもし感覚があるとしたら、もっと意識をですね、前に持ってきてください。お尻をしっかり締めます。お尻を締めないと床を踏んでるだけになるので、ハムストリングに感覚がいきます。ですがお尻を締めて体を持ち上げることで、ハムストリングに行く感覚がお尻に行きます。こういう感じです。これをですね、ゆっくり下げて持ち上げます。ゆっくり下げて上げます。お尻をしっかり締めてください。これをですね、ゆっくり下げてあげるのを10回行ってください。でこれにですね、慣れた方はですね、ボールをなくしてお腹と腰を意識してドローインした状態でですね、片足だけにして体を上げて、ゆっくり下ろしたらまた上げる。これを左右10回です。で最後、上級編の方なんですけども、今のでも楽な方はですね、足を胸に引き寄せときます。この状態でゆっくり下ろしてあげる、ゆっくり下ろしてあげる。これも左右同じようにゆっくり下ろしたらあげる、ゆっくり下ろしたらあげる。しっかり足をね、抱えてください。お疲れ様でした。今みたいにですね、3種目紹介したんですけども、まあ、初級、中級、上級という感じなので、まあ、レベルに応じてですね、やってみてもらえたらと思います。で、体重がですね、まあ、女性でもですね、55キロ、60キロ、それ以上の方とかね、そういった方は、片足にしてしまうとですね、お尻に行く負荷が高くなりますから、片足でやっちゃうとお尻が大きくなるパターンがありますんで、そういった方は、両足で行ってもらえたらと思います。で体重がですね、まあ、50キロぐらいの方とかはね、そんなにお尻は大きくなりませんから、まあ、慣れてきたらですね、まあ、片足にしてもらっても結構ですし、まあ、最後の上級のね、パターンでゆっくりしてもらっても結構です。大体ですね、目安は、両足の場合はゆっくり20回、片足の場合は左右各10回ずつっていう感じでですね、まあ、いつもされてるメニューに含めて、プリッとしたお尻を手に入れてもらえたらと思います。ということで、今回、プリッとしたお尻にするグルドブリッジというエクササイズの紹介でした。勉強になった方はグッドボタンしてもらえたらと思います。よかったらコメントもよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。